伊勢神宮の神事の中で最も重要とされる神嘗祭に合わせ、今年収穫した初穂を奉納する初穂引きが外宮周辺で行われました。4年ぶりに通常の規模で開催された今年の初穂引き。初穂を積んだ奉衛車2台をおよそ600人が綱を引き、掛け声とともに進みます。そして伊勢市内の商店街からおよそ800メートルを進み、外宮に車を引き入れると、参加した人たちは初穂を奉納していました。